はい、どうも皆さんこんにちは、ラテでございます。今回はじゃがいもを使ってやっていきます。じゃあ皮むいていきます。よいしょ。1個目、2個目、ちょっとね簡単に違ういや説明下手なんだよな。じゃあこの半分に切っていったやつを蒸したいのでこいつに入れて、よいしょ、水をちょっと入れてこのまま電子レンジで10分ほどかけていきます。よし、そしたらなんかこんなやつで潰せるやつで潰していきます。じゃあまあこんな感じで大体潰し終わったら次に中にチーズを入れていきます。チーズ、まあここはお好みで。餃子の皮を切ります。ちょっと大きいちょっと重い。じゃあ始まりいあれおかしいな、このバット全部終わっちゃった。はい、じゃあねこの隣のとこれらで38個できたみたいです。ちょっと想像よりできちゃったな。じゃあ行きます。まあこんなもんかな。開けていってください。よし、それじゃあねこんな感じで揚げられました。クッキングシートですね、置いて乗せちゃいました。じゃあこれで完成にします。最後まで見てくださりありがとうございました。バイバイ。それじゃあ今日のご飯はこんな感じです。サラダとご飯とメインですね。でちょっと味をいろんなの楽しみたいなと思って、なんだっけ、マスタードもつけましたじゃあいただきます。バイバイ。